安子さん、61年間献身的に僕を支えて本来でしたら皆様のご存じない川淵さんの一面などをご紹介できればと思うのですが、何しろ輝かしい経歴はまさに広く知られているパブリックドメインにありますし、ご本人のご執筆も多く、インタビューや記者会見でもフライングで代表監督の名前をおっしゃったこともあるぐらいに、正直に何でもお話になりますので、今さら何かあえてお話しすることもあまり思いつきません。皆様はこの地域に根ざしたスポーツクラブのコンセプトが形になっていくのをとても嬉しそうに見守っておられ、川淵さんと楽しそうに話し込まれるお姿をよく覚えております。2002年に宮様が皇居されましたが、それは誰も予想していなかったことで、私はもちろんですが三宅としても一瞬途方に暮れた時期がございました。宮様が務めておられた多くの名誉総裁職に関して、各団体がどうしたものかと頭を悩ませていたところ、川淵さんがいち早く新聞のインタビューにて、しかるべき時が来たら妃殿下に名誉総裁をお願いする予定だと、サッカー協会の明確な意思表示をされました。その一言は他の団体にすぐ伝わったようで、その直後から名誉総裁を私に引き継いでほしいという連絡が入り出しました。当時は女性皇族の名誉総裁がまだ少なかったですし、全般的に今ほど女性が活躍していない時代です。しかし私はそのような動きに背中を押され、迷うことなく公表された翌年から公務に力を入れることができました。私が現在少しでも社会に貢献ができていることは、ある意味川淵さんのおかげだと心より感謝申し上げます。 Dream、 夢があるから強くなるという信念のもと、強いドリームを持った夢見る川淵さんが今後も元気に活躍されますことをお願い申し上げまして、私のお祝いの言葉といたします。高円宮妃殿下、ありがとうございました。お許しをいただいて座ったままで、一人3分というふうに制限をされておりますので、もう30秒ぐらい過ぎました。一言で言えば、今流行りの言葉で言えば、めっちゃ嬉しいなということです。私は川淵さんに刺激をされたというか、川淵さんにこき使われたというか、随分使われて、それで日韓の調整をしたり、いろんなことをさせられましたが、おかげでラグビーもそのままサッカーの後を追い続けることになりました。今やもうプロ株目前でありますし、その前に国際社会の中でもラグビー界の中でも大変注目を集めております。これも川淵さんのおかげだと思って感謝をいたしております。これからさらに努力いたしますので、日本のスポーツ界を挙げて、この川淵さんの大きな快挙をですね、大きな柱として頑張っていくよう、お互いに努力しようじゃありませんか。最後に一言、川淵さん、さっきからここ上がってご覧に見てると、奥さんがあなたの腕を持っておられた。ご無礼ですが、天皇皇后様でも天皇様から手を握っておられますよ、皇后様が。川淵さんは、まあ、ある世代の代表的なところがあるんだが、いつまでも奥さんに握ってもらってる、それよくない。階段のところなんかもうちょっと大事に、これを名誉会長のもとでお約束していただければと。妃殿下からも、森総理からもお話がありましたけれども、かなりが私を支えてくれたから今ここにいます。この場をお借りして、私事で大変恐縮ではありますけれども、私の妻に感謝の気持ちを伝えたいと思いますので、皆さん
お許しください。この頃、ありがとうございます。この20年、2人の勢力関係は完全に逆転しておりまして、今、安子さん、安子ちゃん、時にはお母さんと、呼び捨てには決してしておりません。どうか安子さん、ここへおいでください。あ、そうですね。持たないとダメなんだ。僕も手をね。安子さん、61年間献身的に僕を支えて。いただいてありがとうございました。最後に一つだけお願いします。僕よりも一日でも長く生きていてほしいと、それだけを約束してほしいと思います。どうかよろしくお願いいたします。感謝の気持ちを込めてハグをさせてください。皆さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。これぐらいではいいですか。川淵キャプテン、ありがとうございました。安子夫人、ありがとうございました。おめでとうございます。